ロビンス空軍基地はジョージア州ワーナーロビンスに位置するアメリカ空軍の基地である。アメリカ空軍の予備役部隊を統括する予備役軍団の司令部が所在しているほか、航空機や装備品の修理、回収を行うワーナーロビンス航空兵団施設が所在している。また、敷地内に航空博物館が併設されている。1940年代初頭、 アメリカ陸軍省は航空機補給どころの候補地としてジョージア州ウェルストンを選定し1941年から建設が開始され1942年10月14日にワーナー・ロビンス陸軍航空補給どころとして開設された。基地名はアメリカ陸軍航空軍における平坦の父であるオーガスティン・ワーナー・ロビンス将軍から名付けられた。 第二次世界大戦勃発後は、アメリカ陸軍航空軍が使用する、あらゆる機種の支援拠点として、整備、修理、補給のほか、航空要員の要請も行い、第二次世界大戦後に、アメリカ陸軍航空軍から、アメリカ空軍が独立後、基地は、ロビンス空軍基地となり、1961年3月31日まで、航空資材軍団の基地、 同年4月1日から1992年6月30日まで空軍兵艦軍団の基地として使用され、同年7月1日の空軍資材軍団創設後は同軍団の基地となった。また、1997年2月17日には空軍予備役軍団の司令部が設置されている。ロビンス空軍基地は1950年代に2回の竜巻被害を受けて以来、 少なくとも7回の竜巻被害を受けている。最初の竜巻被害は1953年4月30日に発生し、藤田スケールで F4 の竜巻が基地を通過、死者18人、負傷者300人を出した。わずか10ヶ月後の1954年3月13日には、F1 の竜巻が基地を通過し、死者1人、負傷者5人を出している。航空博物館。 ロビンス空軍基地に隣接している航空博物館は1981年に開設され約21ヘクタールの敷地に展示棟4棟85機以上の航空機を収蔵している。施設の入館料は無料で毎年50万人近くの入館者があり、アメリカ国防総省管理の博物館の中で4番目に入館者の多い博物館となっている。チームロビンス。 ありがとうございます。